안녕하세요. 今回はこちらのポッチモニを作りたいと思います。これからポッチカップを作りたいと思います。まず26センチの正方形の折り紙を使います。半分折ります。広げます。もう一回半分折れます。ですね、こことここの2箇所だけ真ん中に合わせます。こちらの線をこの真ん中の線に合わせます。ちょこのようになりました。ひっくり返してこっちのところをこの下の方に下ろします。この端っこのこの尖ったところをこの線に合わせて折り返します。折り戻すっていうことですね。ひっくり返します。ちょっと線が見えにくいかもしれないですけれども、この中心線に合わせて両側を、カンノン折りやります。ムンジョッキと申します。ムンジョッキ、韓国の手ではムンジョッキと申します。カンノン折りですね。やりました。はい、このようになると思うんですね。そしたら両側のところに指を入れて少し広げて、この線をここの線に合わせます。見えますかね。こんな感じです。これはですね、線がしっかりと出した方がいいので、適当ではなくてしっかり線を折ってください。こっちも全く同じです。これが1枚完成でございます。この状態です。1枚目完成しました。次行きます。次は缶の同じ、これと同じサイズを使いたいと思います。26センチの正方形でございます。半分折ります。広げます。また半分折ります。広げます。真ん中の線に合わせてカンノン折りいたします。ムンジョッキです。カンノン折り、
真ん中の線があると思うんですけれども、そこにまた、こちらの下の方から真ん中の中心線に合わせて折ります。反対の方も折ります。広げます。今折ったところの線に合わせてもう1回折ります。これ2つ目の完成でございます。1枚目と2枚目の、完成なんですけれども、1枚目と2枚目をくっつけたいと思います。まず、こちらの先ほど折ったこの線をですね、ここをここに差し込みます。糊をつけません。ここではこのまま先ほど折ったところまで差し込みいたします。そうするとこんな感じになると思います。大丈夫ですか。でくるっと回して、こんな感じですね。この右の方の、開いたところを中に差し込みます。こんな感じで差し込みます、はい、これでカッターができました。こんな感じですね。次は3枚目なんですね。この3枚目のものは26センチ同じ、これと同じ長さで使います。26センチと9センチのものでございます。これは模様を隠したいと思いますので、これはまあ、今回の作品は観音氷が中心かもしれません。真ん中に細長く線を入れて、その線に合わせて観音氷いたします。ここも合わせます。ここ2つの完成です。もう1つの方はこれ 2.5 センチと26センチのものを使うんですけれども、これからも糊を使いたいと思います。糊を使ってこの真ん中の方に貼りたいと思うんですけれども、真ん中に貼るので、このまま貼ると微妙にずれる可能性もあるので、これもちょっと一周折り目を、真ん中の折り目をつけたいと思います。まあ、これはきっちりじゃなくても結構です。折り線を出すためのものなので、糊をつけます。真ん中に貼りますね。真ん中に合わせて貼ります。ここですね。ここを糊をつけます。また結構糊を使いますので、これで先ほどに作ったここに貼り付けます。どこを貼るかといったら、ここの真ん中からここポケットになっているところですよ。ポケットになっているところ、大きい三角があってポケットになっているところを真ん中に貼ります。
後ろの方に回して折り回してここも真ん中です。真ん中に貼りましたね。こんな感じで貼り付けます。でちょっと糊があんまりくっついてなかったみたいですね。ここまでできました。こんな感じです。でこことここを角を折りたいと思います。下ろしてこの線に合わせて折りますね。ちょっと硬いのでここも右と同じ子を左も一緒に折ります。ここもちょっと乗り付けますね。尖ってるところなんですね。この尖れてるところを下ろすんですけれども、どこまで下ろすかって言ったら、ちょっと一回回します。ここの両側のこの角っこと角っこをこの線に合わせます。この点に合わせます。でちょっと硬いので折るのが大変かもしれないんですが、頑張ってください。こんな感じです。完成でございます。すごい簡単ですよね。はい、こんな感じです。ここにですね、この両側に両面テープがついてるものを貼りますね。これを剥がして貼る。またここのところも剥がして。でここ の飾りはですね、何でもいいです。ここにちょっとつけたいと思います。福袋の財布の完成でございます。可愛いですね。今作ったものは紐がついてなかったんですけれども、福袋の財布として作りました。で家にあるリボンを作って使って、こういう感じのものでも使えます。で今作ったものはこちらの方は26センチを使いました。で左の方にあるこの財布の方は30センチを使っておりますので、サイズの方を大きくしたり短くしたりして楽しめると思います。皆さんいかがでしたか？綺麗に作れました？また会いましょう。